はいどうもガムヘグチ28イケメン界のロニセアキくんです。よろしくお願いいたします。イエーイフーツインターボね、ということでね、スターホースポケットプラスプレイしていきます。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、まずですね、まずお詫びと訂正をさせていただきたいなと思うんですけれども、何のことやっていうね、気になる方はね、前回の、動画を見ていただければなと思うんですが、私こと、アギキュンですね、前回の動画で、8月のレジェンド追加は、ね、ジェンティルドンナ含む3頭だという話をしてしまってましたね。いやー、間違えてましたね。ね、正しくは、9月ということですのでね、9月のレジェンドホース追加ということですのでね、いやー大きな間違いをしました。申し訳ございませんでした。ということで、張り切ってね、今回もね、やっていきたいなと思います。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。あ、言ったかな？ということでね、はい、さつき賞からね、皆さん、こんにちはと、今回ね、こんにちは、おはようございます。まあ、今日も楽しく馬を走らせてますよということで、とりあえず、行きましょうか。ね、自分の馬からのゾロ目とね、7、12、そしてダノンプラチナだけちょっと押さえとこうかな。あー、いやこれやな、ね、ペルーフ、ベルーフ、ペルーフ買っときましょうか。これだけ、いやちょっとメダルもね、ちょっとメダルもね、いつも通りね、枯渇気味なのでね、ベルーフね。あー、そうですね、まあ訂正とお詫びついでにね、スタンドの大歓声を受けながら12頭が飛び出しましたね。今回 SP ランキングで出てくるね、実名馬もうね、間違ってましたね。ツインターボ当てたんですけどね、ホワイトストーンでなく、ね、前回ねホワイトストーンって言ってしまったんですけど、ホワイトストーンでなく、北斗ヘリオスですね。そして、東海トリックということなんですが、6番グラメンテ、1番サノクラウン、それからもう1頭スピリッツミノル、第1コーナーツインターボね、ウマ娘で出てるんですね。外から1頭リアルスティール、9番セクシャルレーヌ、 G1 発生派なるかどうか前でありますね。ターボエンジン全開宣言ということでね、ツインターボね、大逃げの大馬さんですね。七夕賞とオールカマーを買ったんで、クエストでもね、その2レース入ってますよね。いいですね。ただね、どうなんかなって、やっぱりね、G1 をちょっと勝ってる馬じゃない、あー、まあ、そういうとこ行ったところでね、ちょっとね、渋めの成績なんで、ファンもいるのかなという、そんなところであると思いますけどね。まあ、僕はツインターはね、逃げはね、すばらもう大逃げ好きなんでね。誰がピンチって、くそ！懸命に手を動かして、デブーロとグラメンテ、外をついて、グラメンテが来ている、頑張る頑張る、芝山とユベイリアン、グラメンテが、なんかね、ピンチピンチ大ピンチの時はね、来るような気がしますね。そして菊花賞は楽しみですね。なんかね、ピンチピンチ大ピンチは来るような気がしますね。これは届きそうもないは多分ね、届かないんですよね。あと手応えが悪いぞみたいなやつね。まあ馬券は外れてましたと。はい、ということで、無事佐々木賞勝ちましたので、どうでしょうね、この大馬さんは適正な馬体重です。そうですね、これはね、レジェンドなんですけど、ウォッカのね、レジェンド生産なんですけど、あ、いや、これ出そう。ウォッカのね、レジェンド生産なんですけど、紫なんでね。演出はね、生産演出はね。なので、登録初期でなってます。今回は SP ランキング、秋の実名馬ランキング第1弾ということでやってます。ツインターボ走らせたいなと、思います。じゃあ、お知らせもね、26日のね、に更新されてますのでね、まだね、見ていただければなと思うんですけれど、まずね、第1弾これやってるってことですね。はい、ということでね、27日からね、ログインすればもらえますよと、ログインボーナス、ログボ第1弾やってます。競りチケットと、魔法石、そしてメダルともらえるようになってますのでね、ぜひね、ログインしていただければなと思います。はい、で、ジェンティルドンナガチャもやってますよと。ただ僕ね、ジェンティルドンナはね、もうね、4凸しておりますので、まあ、もうこれ以上ね、ガチャする必要ない。あと、クロノジェネシスさえゲットできればという、そんなとこですね。まあ、待機シャドルもね、金次郎1個使えば、なんとかなるんで、
まあそれでやっちゃおうかなっていうところですね。というところでね、これですね、実名はツインターボ。はい、ということでね、ツインターボ走らせていきたいなと思います。はい、こちらですね、永遠の逃亡者ということですね。ありがとうございます。やりました。セリにね、もう競りかけられましたけどね、なんとか競り落とせたっていうね、そんなところですね。いつも通り、G3 から出していきましょうかというね、そんなところではあるんですけれども、どんなもんなんかなっていうね、今まではね、ちょっとグラスワンダーの時もそうでしたけど、やっぱり ね G1 馬ですからね、しかも複数 G1 勝ってるっていうところです。今回はね、勝つ見込みは中心です。そういう感じなんか。投票受付を開始します。なるほど、ちょっとあれですね、いい感じですね。なるほどなるほど、ちょっとこれはっていうような。はい、ということでツインターボということなのでね、調べましたところ、あ、いろんな機種が乗られてるんで、まあなんとも言えないですけど、まあね、この大崎機種もね、大崎機種が乗ってラジオ短波賞を買ってみたいなので、大崎機種に乗せたいなと思います。やった。ということで、ちょっと難しそうです。今までと少し、ね、テイストが違うのかなっていうね。テイストは一緒か、テイストは一緒やけどニュアンスが違うぞっていう、そんなとこかな。どういう意味やねんっていうね。3番人気ですね。あ、そうか。ただいまより投票受付を開始します。なるほどね、もうあれなんですね、 G1 を勝てるかどうかっていうよりも、そもそも G2、G3 を勝てるのかどうかっていう、そういうレベルかってなってくると、どうなんやろ、やり込むんかな、皆さんどうなんですかね。さあ何が行くのか、8番大聖サミット、すごいリスペクトアースが交わしていきます。なんかね、運要素が必要というかね、すごいなんかどうなんかなっていう。2番ハートレー、どのように差を詰めていくか。それからね、客室的にはあの逃げとなってますけど、あれですね、なんか逃げて大逃げしてますね。6番メートルダール、1番イモータル、チンガリから、ね、ちなみにね、成績もう一度整理しておきましょう。先頭行くとしてはね、通算成績としては、33戦6勝ということでね、主な勝ち比はオールカマーということで、まあ、当時のオールカマーは G3 だったみたいですね。ね、今とはちょっとね、あの番組が変わってるんでね、いろいろね、そういったところもね、ちょっとね、振り返れて楽しいな、昔からの競馬ファンとしては楽しいなっていうね。昔からの人じゃなくてもね、昔はどんなんやったんか、今の競馬ファンの人もね、昔はどんなんやったんかなっていうのもね、遡れていいかなと思いますけどね。うん、まあ年はバレるんで、あまり深く掘りはね、さあのしないでおこうかなと思いますけれども。これは阪神レースになりました。さあ、やお、ツインターボ、この長い直線を何とか粘り切ったか。この長い直線を何とか粘り切ったか。おお、粘り切ってるやん、やるね。もうね、ツインターボなんていうね、名前にしてしまったせいで逃げざるを得なくなってしまったっていう、そんな印象を受け取るんですけどね。どうなんやろな。はい、ということで無事 G3 勝ちました、ありがとうございますということなんですが、あー、どうなんかな、やよいしょ行っちゃっていいのかなっていう。やよいしょ、あー、ディープ記念ってね、もう今書かれてますのでね、ちょっとやよいしょで通じるのかどうか、古、お前古いなと思われてしまうかもしれないですけどね、やっぱりね、やよいしょですね。ただ、まあ逃げなんですけど、マッハワンでね、もう大逃げにしちゃおうっていうね、そういうね、目論みというか、魂胆というかね、っていうところでパートナーにしましたと。はい、ということでね、やよいしょ、いきたいなと思います。ただいまより、投票受付を開始、まあそんなもんでしょうね。まあ人気がね、人気というかオッズもね、そんな一番人気になるようなオッズじゃないので、前走みたいに、まあたまたま勝つこともある、たまたま勝つというかね、何回か数回勝つことがあると思いますので、自分の馬単裏表で常に勝っとくっていうのもね、なかなか美味しいかもしれないですね。ひょっとするとね、余裕がある方はね、ぜひね、そうしていただければ、そうしてみてもね、いいんじゃないかなと思いますけどね。なんかね、
ちょっと体調が悪くて、まあいつもなんですけど、なんかね、体調がいい日が ほぼないような、365日を、過ごしてる、春、夏、秋、冬を過ごしてるんですけれども、ただいまね、また口内炎が2つ出ておりまして、口内炎がね、2つ、下のね、歯茎のとこに1つと、唇の裏側、下の唇の裏側に1つ、出てきてるんですよね。そして鼻水も出てると、でちょっと鼻水が気になってね、なかなかね言葉が出てこないですね。小田和正状態であると、あつまり言葉にできないっていうね、そういうとこなんですけどね。ターボっていうのはね、まあ皆さん、皆さんねご存知かと思いますけれども、それから足毛の馬体、未来への翼であります。ね、すごいパワーを出すエンジンということですね。ね、ターボエンジンというね、ターボチャージャーという下級機がついたエンジンが搭載されているっていうね。エンジンのタービンを強いパワーで回すため、空気を圧縮して送り込む役割がありますということで、ね、少しの、まあね、ものすごいパワーを出すっていうことですよ。何の説明やねんっていうね。さあ完全に抜けてなかったっていうね。さあこの一着は際どいぞ。まあ、いつも通りのね、ローテーションしたいなと思います。はい、ということでね、4.4倍、まあまあまあ勝てなくはないオッズかなと思いますが、まあ勝つのはちょっと難しそうですね。やっぱ一番人気でもやっぱ負けますんでね、難しいかなと思いますが、 4.4 倍ゾロ目というところには期待したいなと思います。中山校舎ですしね、行ってこい、お前のターボを見せてやれっていうね、そんなとこですけどね。まあゲートが開いた、スタンドの大歓声を、まあターボといえばね、ね、ターボエンジン付きスケボーのおなじみのね、コナン君ですよね。逆か、コナン君でおなじみのターボエンジン付きスケボーですよね。ね、まあね、そのターボエンジン付きスケボーをね、コナン君のアイテムをね、ちょっとのね、スケボーを説明させていただきますと、超高性能のソーラーボードとバッテリーを組み込んだスケートボード、昼間充電しておけば夜でもね、ソーラーボードなんでね、ね、昼間に充電しておけば夜でも30分は使える、ね、新一、源太、光彦の3人、ね、総重量78キロが乗ってもびくともせず乗用車を追跡できるほどの馬力は魅力的ということでね、すごいものなんですよね。それがツインターボということなんですよね。ね、比較していただければね、どれだけすごいかということがね、分かるかと思います。ツインターボイコールね、ターボ、ツインターボですかね、2つついてるってことですからね、ターボがね。ツインターボ大歓声も後押ししているぞ、ね、サポのダイヤモンドまだ来ないのか、お、行けそうじゃない。一番内ツインターボが頑張っている、一番内ツインターボが粘っている、リオンディーズが2番手、無理か、リオンディーズ若引き懸命に追う、足色がいい若引き、あれさっきと同じじゃない、内か外か、最後はもう渾身の鞭さばき、弥生賞と同じ結果になってる気がする。惜しかったです。惜しかったね、なんかいけるかと思った。そうか、どうしようかな。なんか、G2 系のタイトルとか狙っていく方がいいんかな。G2、G3 ね。で、ちょいちょい稼ぐぐらいがいいんかな。ちょっとランキングをちょっと確認してみよう。どんだけ出てるんかっていうね。はい、ということでね、確認してきましたところ、1位、16万ということでしたね。ただ、10万いけば、10万超えればおそらくランキングには乗るでしょう、100位には入るでしょうというような、そういう感じですね。ね、多分あんまりみんなやらないですよね、おそらくね。2番人気ですね。そんなにだって人気ないですもんね。うん、それであればもう成田ブライアン、成田ブライアン推しなんですけどね、なんでやろうっていう。
いやいや、やっぱ競馬といえばね、成田ブライ、競馬ゲームといえば成田ブライアンが出てこないとっていう、そんなとこなんですけどね。ふっ、やっぱりね、ちょっとね、要望としてはゲームをね、システムツインターボが先手を取りましたとかっていうよりもね、なんかちょっとね、ゴールドもね、無駄に余ってるんで、そういったところをもうちょっと使えるようにしてほしいなっていうのと、ちょっと離れて7番修士でやりますね。あとは秘書とかね、秘書を増やしてほしいですね。秘書とかあとね、スタッフである、やっぱり自分の機種っていうのもね、やりたいなっていうね。まあその辺になってくると、あの容量も増えてくるんで、スマホにね、ちょっとデバイスによっちゃうっていうね、プレイがね、ね、いいスペックの、最新のスペックのね、あの持てればできますけどっていうことになってくるんで、してしまうのかなと思うんで、あんまりね、容量は重くできないのかっていう、できないんやろうなと思うんですけど、その辺をね、追加してほしいななんて。ようやく差を詰めてきた。ロードペストがここから追ってくる。一着。やっぱ勝てないね。勝てない。うん、まあやっぱりね、競走馬の夢であるね、日本ダービーにはちょっと出してやなと思います。欲しいのですが。あ、そうそう、運よくでも最初に G3 買ってるんで、イギリスダービーも行けんねんな。それも行っちゃおうか。いい仕上がりです。まあとにかくやってみんごとには分からんということなんでね。いやでも自分の馬が、あの WBC 出てる時ツインターボでね、ツインターボに負けてんねんな。見違えるようです、ね、おお、すごい、パラメータすごいですね。はい、 SS スタート、 SS 勝負根性 B、 瞬発力 B ということですね。はい、ということで4番人気ですね、いきましょうか。12頭であります。そうですね、狙いすましたね。グループからまず見てまいりましょう。ああ、そうですね、あと頭数もね、ちょっとね、12じゃなくてね、14、16と増やしていただければね、もっと盛り上がるかなと、面白いかなと思いますね。先頭大崎とツインターボ、さあこのまま逃げ切ってしまう。さあ頑張れ頑張れ。間からスルスルと里のダイヤモンドが差を詰めてくる。間からスルスルと頑張る頑張る。ツインターボ、里のダイヤモンドが2番手、ちらっと後ろを見た。大崎とツインターボ、おーい、全然や。懸命に追った若引き、懸命に追う、粘った粘った、里のダイヤモンド、里のダイヤモンド一着。ダービー勝ったのは1番。なるほど、2200までなんか、ちょっと距離がね、ちょっと距離が足らんかったっていうね。なるほどね。ただそんなところ、そんなとこ、そんなことにね、めげずに負けずにね、イギリスダービー行きますよと。さあ行ってこい、日本馬の意地見せたれ。おお、2番人気じゃん、まあまあ出てるじゃん、オッズすごいじゃんね、えワンチャンあるな。なんか距離伸ばされてたら、なんかね、もうちょっと行ったれ、その外に見せたれ見せたれ、日本馬の大逃げ。9番ユリシーズ、そして外からはハーダンドね、日本のターボエンジン技術を見せたったらええねん。行ったれ行ったれ。ツインターボ大歓声も、ちょっとなんか、お、うちに刺さってる、うちに刺さってたぞ、大丈夫か。先頭大崎とツインターボ、ツインターボが抜け出した。やっぱり来た、アイダホやっぱり来たという感じ。頑張る頑張る、ツインターボ、やっぱり来てないという感じにしてくれ、頼む。アイダホツインターボが完全に抜けた、外ドービルが完全に抜けてないねんな。ドービル、アイダホ一着、イギリスダービー。あらー、10番アイダホ結構ね、いい感じに粘りましたけどね。うん、残念。はい、ということですのでね、この3つですね、クエストとしてはね、七夕賞、オールカマー、天皇賞、秋ですね。レースを終えた馬、はい、もう全然ね、どうやって10万稼ぐんやろうっていうね、そういうところではあるんですけれども、まあこのまま七夕賞行こうかなっていう、そんなとこですね。あれ、 SSこれあれか、パラメータ上がってる状態が、ということは SCCC なんか、いや C 多いね、1個 SCC なんか、そうなんや、きついな。まずまずね、パラメータが上がってる状態で SSBB っていうことなんで、そうか、 SCC なんかね、なんか UCC みたいなね、いやそれ缶コーヒーやわ、ドドーンっていうね、今が一番ね、今このね、今回のあの動画で一番笑うとこですのでね、笑えるとこですので、唯一の笑いどころですので、今のところで笑えなかった方は
次回の動画で笑っていただくしかないと、そういうとこですね。ということで次回の動画もチェキラーということで、はい、ということで七夕賞です。ただいまより、まあ一番人気で G3 なんでね、一番人気ですね。まあここら辺ではまあそれなりの一番人気が取れるっていうね。16万か。ということで今までの SP ランキングの馬のでいくところの30万ぐらいのすごさなんかな。先頭に立ったのはマイネルラクリマ、白い帽子に、まあ、G3G2 ってね、それなりに勝てそうなオッズは出てるんで、まあ、勝てればねなんとかなりそうな気はしますけどね。ね、なんかね運が良ければね、そのままね続けて勝てていきそうな気がするけど、なんかツインターボ全開やな。フリールカイザーが並んでいます。そのうちに2番マーティンボロ、そして今グイ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 ターボ引き離してんな。おっと一気に行ったアルバートドックとトサキ、さあ場内が騒然としています。おツインターボが逆噴射するか。ツインターボ大歓声も後押ししているぞ。マイネルラクリマが2番手、シャイニープリンス懸命に追う。先頭大崎とツインターボ、先頭大崎と頑張れ頑張れ、ここでは負けられない。ツインターボ外アルバートドックが来ている。1着マイネルラクリマ、わあ同じ声だ。お同じ声出しやがってね。12番人気ね、ラクリマといえばね、やっぱりねラクリマクリスティですよね。違う、いや勝てなかったね。どうしようかな。じゃあオールカマ行って天皇賞秋で終わるか今回。まあちょっとね G3 勝つのも難しそうですね。はい、ということで3番人気です。いきましょうか、パパッとね、もう行っちゃいましょう。オールカマー12頭スタートを切りました。ちょっと出遅れ、大逃げにしたのが良くなかったんかな。どっちにしてもあかんかったんかな。そしてその後ろから5番ワンアンドオンリー、この辺りちょっと離れている11番湘南バッカ、どうなんですかね。そのの時を経て復活なるか。ツインターボ大崎騎手、すごい、すごい、この時だ、復活なるか。これ実際のオールカマに言われたやつかな。5番手といったあたり一番内ツインターボが、オールカマじゃなくても実際のあれでツインターボが言われたやつ。あ、いけそう、これはもうぶっちぎった。子供扱いだ。先頭はツインターボ大きく差が開いた。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ツインターボ、おお、ありがとうございます。実際の、実際のオールカマみたいになったよ、素晴らしいね。実際のオールカマみたいになった、これはすごいよね。よく頑張りましたね。いやー、まさに着、まさにね2着、アクションスターですね。当番以上のように確定しました。まさにね、その実際のね、実際のレースを再現するかのような演出をここで持ってくる、まさにアクションスターであると。そしてそういったことができるのも、ね、やっぱり役者ね、ゴールドアクターであるというね、そういうとこですね。そういう仕上がりですね。どういう仕上がりやねんっていうまさにスターでありね、役者であると、素晴らしいね。いい感じですね。ということでクエストを達成しましたね、ありがとうございます。5万のやつかな、メダルが5万もらえるやつかなっていうところでね、天皇賞行きたいなと思います。はい、ということでね、天皇賞秋でね、今回終わろうかなと思うんですけれども、その前にね、コメントでもありましたね、前回走らせてたね、レガーロくん、レガーロちゃん、はいね、芝ダート遠征同枠星にしたというね、そんな大間さん、得意コースも海外と東京、16から3200 走れるというね、スーパースターのね、ね、スーパースターとなる素質を持って生まれたこの大間さん、ね、結果179,450で知ったと。ねえ、もうね、勝ててればね、あの後、またね、走りっぷりをね、取ろうかと思ったんですけど、全然走らなかったんですよね。はい、こういう感じになってます。欧州さんが取れましたよと、クラシックさんが取れましたよと、で、ワールドクラシックキング取れましたと、いつも通りのね、タイトルは取れましたが、ですよ。がですよ。ね。SWBC の勝利がなかったと、勝てなかったんですよ。遠征星にもかかわらずですよ。同枠星にもかかわらずですよ。芝星にもかかわらずですよ。勝てなかったんですよね。で、WBC も12戦5勝とありますけれども、6ぐらいがね、
2着なんですよ多分確か。うん、なのでちょっとね、そう完全制覇も狙ってこうと思ったんですけど、それどこじゃなかったっていうね、そんなとこですね。 WBC ロングはね勝ててるんで、1回ね勝てたんでそれだけでしたね。だから結局勝てた WBC はクラシックとターフとロング、この3つやったと思うんですよね。うん、あとはねもう2着ばっかりというところで、この成績に終わっちゃいましたよと、残念。はい、ということでね、天皇賞秋出してね、今回これで終わりかれしたいなと思います。はい、ということでね、人気としては4番人気 7.1 倍なんですけど、アンビシャス、隣のね枠に入ってるねアンビシャス、10番アンビシャスが 7.1 を同率を同オッズなんで、これはねどっちかが必ず来ますね。これは楽しみですね、どっちが来るのか。ただこういう場合、こういう時は人気が悪い方が来るんで、ちょっと怪しい気はしますけれども、行きたいなと思います。これですね、ツインターボ北斗エリアス東海トリック、可愛らしいイラストはね可愛らしいと思うんですけれどもね。さあ、ツインターボはね、大逃げでね、すごいずっと毎回大逃げでっていうことで、永遠の逃亡者というね言われてましたけど、皆さんどうなんですかね、北斗ヘリオス東海トリックっていうね。そんまあこういう言い方するとね、ちょっとね語弊があるかもしれないですけど、ファンの方がねそんなにね、いると思うんですよ、いると思いますけど、そんなにいるかなっていうね。成田ブライアン、なんで成田ブライアンを引き合いに出すねっていうところなんですけど、成田ブライアンと比べたら多分ねかなり少ないんじゃないかなと思うんですよね。第3コーナーに差し掛かります。そのうちに遠心光、その後ろ3馬身くらいあってロゴタイプ、ね、そして5番手に7番モーリスであります。まあちょっとね、もうちょっと G1 取れてたって馬さんなんでね、3頭ともね、まあ頑張ってね取らせてあげたいなっていう、そういうイベントなんでしょうかね。うん、はい、ということで気づけば直線です。じゃあどうかな、2番手にラブリーデイ、頑張る頑張るツインターボ、懸命に手を動かしてルメールとラブリーデイ、一番内ツインターボ、頑張れ頑張れ、おお全然ダメじゃん。ツインターボが逃げた、ツインターボが完全に抜けた、ルージュバックがね、完全に抜けたの時はね本当に抜けてないからな。モーリス懸命に追ったルージュバック、一着天皇賞秋、勝ったのは12番ルージュバックだ。いや、ルージュバックもねファンの方多かったと思うんで、こうなってほしいんですよね、おそらくゲーム運営の方はね、セガの方はこうなってほしいんですよね、ツインターボとこ北斗ヘリオスと東海トリックにね、もっと鍛えて、そういうことでしょうね。まあバンスやからこんなもんなんかな。はい、ドーズなんで来ると言われてたアンビシャスね、まさにアンビシャスの状態になってると、9着でしたね。はい、ということで今回これで終わりたいなと思います。実名は、そうですね、さすがにちょっと、10万いくのもきついかなと思うような、ランキングイベントになってますけれどもね。そうですね、やっぱり、強い馬であればね頑張ってねメキメキね走らせてね、いろんな自分を勝たせたいなと思いますけど、ちょっとそういった感じとはちょっとニュアンスのね違う、ちょっとテイストの違うような感じになってるのでね、好き嫌い分かれるかなとね、思うイベントですね、今回ね。なんかそんな気しますね。うん。なんか、G1 ギリギリ勝てなかった、際どく勝てなかったっていうね、大馬さんよりも、なんかね、こう、海外の馬から引っ張ってくるとかね。なんかそういう方がいいかも、いいような気がするんですけどね。ね、海外の頃ね、人気馬、海外で活躍してた当時の馬がね、日本で走らせてどうなってたのかみたいなことも、ね、なんとなくね、やってみたいことではあると思うんでね、多分ね競馬好きな方であればね、そういうこともねやってみたいなと思われる方が多いんじゃないでしょうかというところでね、うん、できればですよ、できればですけど、あの馬娘から引っ張ってくるんじゃなくて、どっちかというとセガの商品であります、スタッフ4の方から、持ってきてほしいなと。まあ、スタッフに寄ってくれたらありがたいななんて思っております。ということで今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今月もねもう残りわずかですけれどね、9月に向かってね
ツインターボで一気に駆け抜けましょう。バイバイ。